新幹線なんか小さい駅で待ってたら新幹線あれがズームなんかバーッと飛ぶようなすごいな大人物のやつ300キロですごいな JR の西日本なんかやったらな300やろだから僕ら鍵ついてたりさああいう行きで待ってたらバーッと飛ぶようすごいなああいう鍵うまい俺車で行くわ今年も行こうか絶対うまい大将行こうかなああお母ちゃんが好きじゃん俺も大好きやん焼いてあの殻ごとにそうやな大丈夫だよマッサラたまらんなで行ったらかき飯から何が出るのあんまりカニとかなそんなに食べたら思えへんけどなかきは食いてるからとかなこれで元々行ったからうん去年は行かないけどなうちらの娘がキャンプで行くときはもうあれやわ柿を山盛りからごとナッポイでこうやって自分で見ない料理してくる柿はうまいわで何も食べても飽きいもんなあれ北海道じゃあこれフルートのことまだ割とええんちゃうかで、あんまりいいな。全然だよ。今日なんかアルコリストもええと思うよ。暑いぐらいのところで、一番風は冷たいけどな。昨日も俺あれは、嫁さんに行ってているからな。うん、だからうまみがある。風は冷たいけど、暑いけど、下いっぱいやん。前進まへん。すまへん。あんなん笹風呂で一つなんかつってもたら1500円か1万円ぐらいすぐ行くからあ、こっちの方が余裕ですかうん、余裕です余裕ですいっぱい来てたらそうやるなあ、しかしお賽銭よりもすごい安いすごいポケット見てたら全部1万円ぐらいつけとるもんなで京都行くその時に西宮
ちが第二京阪京阪で、あっての時は130ぐらい、そうなそうです、ね、130ぐらいはすげえな、150だったらまだちょっとなあって感じがしそうだけどな。やっぱ僕らの昔はあのスポーツバイク乗ってたんやん、はいはい、トルバードのするやつ、するやつな、だいぶ買ってた、あれでもやっぱりすごいのかな、もう振動しとくな、やっぱり潰れてきよな、だけどスバルはあれやな、ボルトがせえへんな、スピード今回スバルの水平対象やろ、バランスがいいな、あの水平対象で、あれやろ、これはもういろんな装置ついたって10キロ以上絶対出へんが、セットしたらもうそれ出へんしな、もうトンネル入っても電気かけつけして雨降ったらなワイパー使ってる、どうせ言わなくてな、だからもうこのまんまだったわよ、違うね、もうすぐやつ乗ってたとかは、まあ、もう大丈夫だって俺お前、あの大学で営業したって車乗ってたからな、あのパブリカ行ってた、あパブリカ、あの当時のな車なんて暖房も冷房も言わんかったら全然あらへん、そんなんでやっとったかな、昔は無理してたもん、車こうだろ、若い人は全然かい、まあ、興味ないよ、なんか知らんな、僕らもやっぱりあの頃車なかったら愛する人もあるよ、俺らの頃はスカイラインがかっこいいな、スカイラインダッドさんちのテーブルな、こうセドリックなんて今ってわけないね、変わってんのかな、